ともなプレイヤーはね、みんなおごるよ。すごいんだよ、ノラモブクオリティって。普通にやればね、勝てるものをね、普通にやってねえから負けるっていう。ただ普通にやってりゃよくねえっていう案件すら落とすっていう。絆で分かる分だけ調整図らないといけない。いくら野良でも優秀な人もいると思うから。でもさっきの技ひどかったぜ。フレンドがなんか死んねえけど、本当によー、手使えるよな、本当よ。そう、地下室だろう、しかもよ。せーよな、ノラモブよ。マジ疲れるわ、早くしろよ。なんで心音しなくなった時って自分のことばっかり考えてんだよ。戻ってきたらどうすんだよ。マジでおっせーわ。たまたま狙われてないからいいけど、マジでおっせーわ。いや、治療しろよ。トンネルされることも考慮に入れて救助しないといけない。今データ分かったから、あんまりトンネルしないんでしょっていうデータが分かったから。俺が入んないといけないか。テーブルウォードが入ってるっぽい。
いや、一緒のとこ回す。上は捨てる。時間がない。こういうプレイがヒロちゃんの真骨頂。地味だけどこういうプレイ、これができるのはヒロちゃんの強み。そしてこのスピードの速さ、もう世界最高峰。チェイスの長さだけ競ってるやつ、このスピード感出せるか。超速いだろ、もう発電機にたどり着くスピードが誰よりも。ここはいい。このここを回した後に上に行くパワープレイで。これは半分回ればいい。ここを回すからできても。狙われても回す。それが勝利への条件。絶対条件。ダリーナのためらってる。それと、世界ナンバーワンプレイヤーはもうワールドクラスのプレイヤーと違うだろ。ためらってるプレイヤーと、そしてこの判断能力、折れてんじゃねえぞ。当たり前のプレイだ。これが10番の力。世界ナンバーワンのプレイヤーの速さ、スピード感、違うだろ？判断能力。惚れてんじゃねえぞ。な。女性が惚れるプレイヤー、女神すら惚れるプレイヤー、速いだろ？あ、判断能力が超速いやつってもう、サッカーと同じだ。動きながら判断してんだよ、毎回毎回。速いだろ、判断が。いいんだよ、これの、この形の方が。俺は見えてるし。勝つんだよ、チーム戦で。誰よりも美しく。そしてゲートまでたどり着くスピード。呆れるよ、この速さ。こういうの磨けよ、君たちは。判断能力超速くして。恐ろしいスピードで。いい。開ける。これがヒロちゃんデッドバラスーパースター。もうランモブに言ってることは正しいんだよ、全部。俺が言ってることは全部間違ってないんだよ。それを全部修正して自分でやるんだよ。失敗した中で学んだことだよ。子供たちとか初心者さんが見習ってほしいのは速さだよ。俺、多分やってるプレイヤーほどわかるよ。恐ろしいスピードで速いっていう。超速いってわかると思うよ。恐ろしいスピードで。うん。あの速さがあったから、なせる技だったんでしょ？うん。超速いよ。うん。デッドバイに関して俺は、パワープロみたいなセタスだと全部 S なんだわ。チェイスのみ C とか D なんだわ。普通か普通以下。でもその普通以下でも、チェイスに能力あるんだわ。4代目と5代目を、発電機を回させるチェイスっていう特殊能力持ってんだよ。うん。チェイスがもう、あの、S みたいな人にも匹敵する能力持ってんだよ、実は。うん。特殊能力のせいで。チェイスだけ能力的な表面上の能力は、あれだよ。走塁が A でも盗塁持ってない人と、走塁が B でも盗塁持ってる人だったらどっちが盗塁できると思う？そうなんだよ。盗塁が B でも盗塁持ってる人の方が盗塁能力あるんだよ。それと同じ原理は。チェイス能力が C とかなんだけど、C とか D なんだけど、発電機4代目5代目を回させる能力っていう。うん。発電機の位置を利用、ちゃんと読んで、
発電機の4代目と5代目を回させる力、何回も言ってるね、今日も。その能力あるんだよ。それと同じ。だから表面上は唯一一つだけ欠点抱えてるんだけど、特殊能力のおかげで、ほぼエースに近いっていう。うん。あとはだから10番タイプって言ってるでしょ。デッドバイの10番タイプだっても。サッカーで言う10番。周りを全体を見て、全体のバランスを取りながら、最適なところを動いてるのと、あと早め早いでしょ。あれでいいんだよ。一人が回してくれてるから、それを信じて。来たら来たでいいんだよ。回せるから、うん。で、ゲートまで行く。基本。絶対にあそこはもうやられても開ける。吊るされたらその辺で吊るしてくれるから。うまくやれば抜けれんじゃん。うん。ゲートから遠い位置よりも近い方がいいに決まってんじゃん。何のために開けてるかって みんなのためだよ。自分のためじゃないよ。抜けるから、抜けてるからなんか自分のために思ってる？あ、自分のため？開けない開けない。自分のためだったら開けないで人にやらせる。で、人が狙われた時に抜ければいいだけだから。違う違う違う。あれ絶対に自分が犠牲になってでもやるっていう気持ちが必要よ。うん。だから常々言ってんじゃん。ちょっと。よし。これがヒロちゃん。言ってることだよ。速さだよ。最適な、一番最適な動きをしてるじゃん。救助のとことかな、最後のとこ、ゲートまでたどり着く。全部解説してるけど。どこ見習った方がいい？速さ。あ、なんで、あれ平凡に、俺多分俺の動画見てると俺普通にやってるからね。誰でもできると思ってる？野良見てみな。できねえから。おっせえから。すべての行動が。うん。遅いの。遅いよ。うん。はい。僕は早いよ。うん。悪いけど。うん。超早いよ。弾き出したから。ジルだったっけ？ジルだったかに回してもらえばいいから。ザリーナの位置は分かってるから、ザリーナと。